6名の編成が違うだけでここまで機能不全に陥ると、いくら模擬戦とはいえこれはまずい。俺たちの軍はまるで連携が取れていない。バラワが参ったぞ。押されておるのか。父上が心配なのじゃ。彼女は光秀殿の娘、父親と一緒ならうまく連携が取れるはずだ。光秀殿のもとに向かってもらえますか。ご案内します。了解なのじゃ。道中の敵はわらわに任せよ。ここで華麗に忍びが登場。合流なんてさせませんぜ。やるなら今だ。黙って行かせてはくれぬか。父上のため押し通るのじゃ。闘志を見せてやる。早期の将兵とは勝手が違うわ。せっかくの増援もこのままじゃ無駄になる。力を発揮できる相手のもとへ誘導すべきなのだ。父上、やっと会えたのじゃ。増援とはあなたでしたか。娘とならうまく足並みを揃えられるでしょう。光秀殿の部隊はこれで大丈夫だ。次は反雲長援軍として参った。随分劣勢のようだな。カーン殿が来てくれたか。うまくやればカコードン殿を焚きつけられるかもしれない。カーン殿、カコードン殿が苦戦しているようです。案内しますので加勢してもらえますか。うん、承知した。少し仕置きが必要か。今世紋の面々は手間取ってるようだね。出番だな。それじゃあ我ら武田には手も足も出んよ。軍神カウン殿か。仲間と合流されては厄介だ。この雪村がお相手いた。よかろう、お主の槍拙者の刃で打ち砕かん。今こそ攻め立ててやろう。見たか、弁慶様は千年力よ。カコートン助立ちに参った。押されていると聞いたが。余計なことを吹き込んだ奴がいるものだな。貴様の手など借りぬ。そこで見ていろ。カコートン殿の目の色が変わった。きっとこれでなんとかなるだろう。おいおい、すっかり包囲されてるな。武田軍相手じゃ分が悪いか。最後は芝生殿じゃ。梶生殿のもとへ案内するのがいいだろう。芝生殿、果汁殿の部隊に助戦してもらえますか。俺たちが案内します。ああ、分かったぜ。果汁なら一緒にいても気が楽だ。敵の増援か。親方様のためにも通すわけにはいかない。そうなるよな。めんどくせえけどやるしかないか。やあ、カジュ、援軍に来てやったぜ。師匠、俺を笑いに来たのか。まあ、来たからには手を貸せ。二人は奮慶の友、息ぴったりにうまく動いてくれるだろう。違
宣言後遅くなり申し訳ない。ではここからは我ら徳川軍が助勢いたそう。グレンの炎よ、うん、わしらも行くとするかね。本番はここからじゃよ。行くぞ流星の剣。ソイン、ひるまず敵の援軍を迎え撃ちなさい。敵の包囲は俺が蹴散らす。ソイン、中央を守りきれ。今さら敵の増援と。体勢はとうに立て直した。迎撃しろ。勢いは俺たちにあります。このまま信玄殿と家康殿を倒しましょう。無限の魂を見せてやる。この力で皆を守りきる。いざ尋常に勝負。真田の忍びとしてここは負けられない。ドロン、観念しろい。不な手を使いよるわ。娘をこれ以上危険な目に遭わせたくないですね。私が前に出ます。今日の父上はいつも以上に気合が入っておる。かっこいいのじゃ。せい今こそ天下無双のモノルフです。この天領これが本当に飲み込んだ。影の炎帝剣山、よっ待ってました。さすがは半蔵の旦那。の過去を現状を抜かせると思うな。さすがは加工と見事な覇気。烈火両戦だ。この身をもって敵取りでとならん。そのまま敵を引きつけろ。各部隊孤立せぬよう注意するに。多重に任せとけば心配いらねえな。俺は適当にやるか。ごめんなさい、突破させてもらいます。家康様を守らないといけないので。敵に切り込む。決着をつけるぞ。加工とんばかりに任せてはおけぬ。拙者も参らねば。ここまで勢いがあるとは。秋秋蔵軍とはいえ侮れぬ。すみません、倒させてください。俺の傷貴様に増やせるか。問題平八、止められまいぞ。この機を逃すわけにはいきません。衝突です。光秀殿、模擬戦とはいえ一切手は抜かぬ。さあ我に挑め。お互い娘が見ている前での戦いです。私も譲るわけにはいきません。任務を完遂できないなんて。ダメだ、ダメすぎる。家康様に手出しはさせません。この状態のナオトラが相手なんてな、まるで手が抜けねえぜ。すみません、倒させてください。無限の闘志を見せてやる。私ごときの弾を相手じゃなかったです。無限の炎よ。行きます。
今こそ攻め立ててやろう。焼き尽くしてやる。この君を背負うに負けられぬ。ここはアリ一匹通さんぞ。手打ちです。これより打って出る。勝利は目前だ。敵を駆逐しろ。タコート、拙者も参ろう。勝手にしろ。師匠たち援軍を誘導したのはお前か。おかげでうまく回っている。いえ、俺は少し手伝いをしただけです。俺たちで皆が実力を出し切れてよかった。連携が取れなければ取れるようにすればいい。模擬戦だけど多くのことが学べたな。俺は相変わらず何もできなかったが、皆の絆で勝ち取った勝利、そう言っていいだろう。上昇は謙虚なのじゃ。そなたのおかげで勝てた。わらわはそう思うぞ。